かのんびりチャンネル、カノンです。急性骨髄性白血病退院から13年と8ヶ月、化学療法のみで移植も再発もしないで生きてます。献血と骨髄バンクの登録ご協力お願いします。いや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 、もう前回の動画を上げた直後ですよ。インスタの方で気がついて、アラフェスの円盤が発売っていうねお知らせを見て、うわー、上げたばっかりじゃんって思ったんですけれども、その後に遅れてね、メールが届いたんですよ。 FC からファンクラブから。でそれにはメディアの公開がするまでは先行にご連絡したものですからって書かれてたんですけれども、メールが届いた時にはもうすでにインスタとかに公表されており、あれあれ、これってどうなんだろう、これは予約日はまた、別途こう FC の方からね連絡があるのかなと思って、ただこう自分の YouTube に間に合わなかったっていうのだけを悲しんでいたんですけれども、昨日普通にいつもの通りにスタイフをやっていたんですね。スタイフやって、スタイフやりながら、お話をしてたんですよ。サトシ君のファンの人たちと一緒にスタンド FM のライブをやっており、で、いよいよ発売になるねなんていう話をしてたら、もう一人の子が、いや私ね、ようやく間に合ったんだよね、もうちょっとでねなくなっちゃうところだったっていう話が始まって、ちょっと待って、アラベスのってもう予約始まってんの、始まってるよっていうね話をスタンド FM で聞いて、と思って、そこからもうスタンド FM やりながら、もう年度かね、こう Amazon さんやったり楽天さん見たりとか見たんだけれども、抱き合わせしかない、抱き合わせ。DVD とブルーレイの初回プレス版と通常版の抱き合わせで1万2000円とか3000円とか、あとブルーレイのみの初回プラス版があってももう7900円とかね、もう定価よりも高くなっちゃってるのしかなくて、ああもうどうすればいいんだこれ、もう散々ね探したんですよ。スタンド FM やりながら、いやないないないってもう一人の子も知らなくて、一緒にね、いやないよ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 っつって、もうめっちゃ探したんですけれども、結局間に合いませんでした。どこを探しても初回プレスのブルーレイ版はなくて、DVD の初回プレスはまだあったんですけれども、でもう散々悩んだ挙句、まあね、ちょっとこうフォトブックとかがちょっと違うかもしれないんですけれども、もう通常版のブルーレイにしました。もうほんとね、がっかりなお知らせではございましたが、まあ、とにかく通常版のブルーレイは買えました、予約しましたということで、ねえ、もう一回初回プレス版を出してくれないかなとかっては思っていたんですけれども、まあね、この後きっと11月3日とかにね「This is 嵐」も発売されるに違いないと思っているので、その時は初回限定版をねゲットしたいな、まあ、願いけばファンクラブ限定版みたいなのもあると嬉しいんですけれども、まあ、現在お金がないので、そのね何種類も抱き合わせのものを買うことが私にはできないんで、とにかく早く今回次は、見落とさないようにしたいと思っています。頑張るぞ。ほんわかのんびりチャンネル。いやーでも今回はね油断しました。絶対メールが FC のメールが来て、メディア工場まで待ってくださいって言うから、また連絡がね FC から来るもんだと思ってたんですよ。いついつから予約日開始っていう風に来ると思って油断していたら、もうなんと発表と同時にもう予約を受け付けだったっていうね、そこを全然こう気がつかなかったので、私も愚かだったんですけれども、今回ね気がつかなかった人は多いんじゃないですかね。でも、まあ、その分、まあ、ファンクラブじゃなくても初回プレス版を手に入れられる方も多かったかもしれないので、それはそれで、まあ、よしと
しましょうと、ね、中にはあのアラフェスをファンクラブ内のもので見れてなかった人もいるかもしれないんでね、少しでもこのねいい写真とかを見ていただきたいなと思うので、あのそれはそれでよしと、私は買えなかったけれども、まあ、よしとしようと、言い聞かせております。あれ、なんか里パンじゃなくて黒パンが来ました。黒パン、ジジです。デカジジイくんが来ましたよ。里パンではありません、ジジタンです。ジジタンこの部屋にね来て泣くの久しぶりなので、ちょっと出演してもらいましたよ。デカ猫ジジくんです。カノンカノン、ちょっとちょっと出せなくて、黒い頭に紹介しちゃった。先にジジを紹介しちゃった。なんで先にジジなのよ。そうだよね、ごめんねごめんね、里パンの紹介が先だよね。そうに決まってる、パンダ、パンダは人類の癒しなんだから。私と里パンちゃんは相棒ですからね。そうよ、私が相棒なの。ジジは相棒じゃないですからね。ジジは大きい黒い塊なの。はい、じゃあ今日もまた近いね、時間30秒以内の時間でちょっとスローでピックアップしていきたいと思いますので、よかったらこの先も見てくださいね。里パンだからって止めないで絶対見てね。では里パンちゃん、今日も自己紹介からどうぞ。勝手に紹介。大野さとしくん大好きの佐藤パンです。ちょっとしゃくれてますけど、だけど大野さとしくんは大好きよ。さとしくんが見れなくて本当に本当に寂しいのよ。そして今日も YouTube 公式からスローでやるから見てね。パン。では見てくださいね。見てね、パン。これだよね、最後のセリキは。ぜひ見てください。パウ、パウ。はい、ありがとうございました。どうだったでしょうか。公式 YouTube アラフェス2012の大野聡さんのレインからちょっと抜粋してしていただきました。スローにしてみたんですけれども、どうでしょうか。通常で見るのとスローで見るのと、ダジャンあったかね、ヨヨヨヨヨヨって飛んでた、ま、ね、スローじゃなくても本当に素敵なんですけど、スローで見ると足のきめやかな動きとかが本当に綺麗に分かるんじゃないかなと思います。まだアラフェスを YouTube の公式で見ていない方は、ぜひアラフェス2012をチェックして、それからアラフェス2020を購入くださいね。両方見ると感動まちまち。はい、里パンちゃんのレインのところのイエーイの手前のところってね、すごい足本当にかっこいいよね。うん、めっちゃかっこいいよ。なんか見てもかっこいいですし、今回、2020でもレインを歌ってますけれども、2012の若いサトシくんと2020の、今のサトシくんの差なんかも見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。ぜひね、本当に初回プレスが欲しかったですけど、私は初回プレス買えなかった。買えなかったよ、ちょっと買えなかったよね。とっても悲しいんですけれども、でも通常版のブルーレイですごく綺麗な画面で見れるのが、7月に見れるのがものすごく楽しみです。そして This is 嵐の発売もね、間もなくなのかななんて思ってはいるんですけれども、その前に前回のあのフィルムですね、5x20 のフィルムを上映してもらって映画館で見れると本当に嬉しいなと思うし、その後はネットフリとかでね見せてもらえるともう大満足なんですけれどもね、その辺どう考えてるのかなっていうちょっと気になるところでございます。日増しになんかね、天候的には蒸し暑さが増してまいりました。体調を崩しやすい時期ですね。腰を痛めてるなんていう話もスタンド FM でよく聞きますので、皆さんどうぞ気をつけてお過ごしくださいませ。それではまたお会いできお
それではまたお会いできる時を楽しみにしております。チャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして大野さとしさんが大好きだ、私もいつも大好きだ、はい、私も大好きです。バン